はい、ちょっとですね、特定できないのですね、今のところですね、中村保育園という保育園が話題で、それで、まあ、記事がいっぱい出てくるので、ツイッターでいっぱい出てくるので、まあ、ちょっとだけ、2個だけ書いておきます。はい。で、まあ、これはテレビですね。ですから、テレビで、ちょっと、園長先生の名前がね、出てるので、これだけちょっと書いておきます。宇都宮美智子園長先生、とてもご立派な方だと思います。はい。ここに名古屋市って書いてありますね。ここにね、名古屋市って書いてある。名古屋市だから、名古屋市で特定できるかな。できますね。そうですね。で、これが今、テレビのやつを見たんですけども、はい、もうですね、私はもう、3年半以上、ちょっと分かりませんけど、いろいろやってきてですね、まあ、まだこういう方がいらっしゃるのかなっていうことでですね、毎日毎日動画撮ってるわけでございます。はい。はい、それで一応ですね、まあいっぱい、まあ、ここの保育園だけじゃなくてね、いっぱい動画撮ってあります。これをですね、ノートっていうブログにですね、書かせていただきます。はい。もうちょっとメインチャンネルの分は疲れたので、もうやんない。やんないです。もうやらない。疲れちゃったですね。もうみんなくたくたですね。もうそういう記事がいっぱい出てくるんで、みんな疲れてるっていう。疲れますよね。はい。まあでもこれをね、いろいろやられる側もの方もですね、疲れてると思いますよ。みんなね。疲れてると思いますよ。はい。です。ね。はい。ということで、まあ私のホームページにもいっぱい書いてありますし、はい。まあ、ツイッターにいっぱい情報出てますね。はい。ということで、なんでこういうことなさってんのか私には理解できないですけれども、理解できないですね。一番初めから全く、理解できないです。はい。どうもすいません。はい。失礼します。